こんばんは、初見です。最初見さんいらっしゃい、どうも。あくびすぎ、おい、あくびって聞いたらあくびが出るじゃないか、おいおいおい、誘導するな。配信中にあくび、違います。これはあくびじゃありません。俺の場合、空気中にあるカロリーを吸ってるだけです。お腹が減ったんで。やめてください、言いがかりは。どういうプレイが好きなの？俺なんでもいいよ、本当に。プレイって名がつくものならなんでもいいよ。赤ちゃんにもなれるし、すごい、もうド S にもなれるし、なんでもド M にも全部なれるよ、俺は。任せろ。東京に出てきて女の子と会ってるの、リスナーに見つかって燃えてるやつ最近いたぞ。まあ別いいんじゃない、それは。別みんな俺が東京で女の子と手つないでても頑張れって思いでやってな。普通に俺女の子といる時に喋りかけられたらブチ切れるからね。暴れるからね。絶対喋りかけてくんじゃねえぞ。女の子がいない時はいいよ。女の子がいる時はもう本当にブチ切れる。ケン君は何 P までいけるの？え、俺本当に1から100。飛んで1万から5万。でもまあ多分どっかの、もう来年か今年のどっかで多分東京には住むと思うよ、俺。みんなよろしくね。東京に住んだら何しようかな。家に樽で酒送っていい？なんなん？中世の人？やめてくれる？普通に嫌がらせ。俺酒飲めねえし。そう、俺全然飲めないね。外配信、いや外配信はめんどくさいよ。お前、俺が外配信でお散歩配信っつって2分歩いて10分休憩して、2分歩いて10分休憩、あーどんぐらい進んだかな、あれさっき配信始めたところがすぐそこにみたいな配信しかできないよ。俺マジ1分歩いたら10分座るからね。それでもいいの？全然進んでなくねっつって、その場からずっとハーハー言って、初見さんいらっしゃい。東京の女プライド高そうじゃね？お前偏見は良くない。お前そういう偏見は良くないぞ。お前、お前の中のイメージを直接ぶつけてくるんじゃねえ。俺神戸やけど女の子めっちゃ可愛いよ。まあ別に日本のどこに行っても可愛い女の子はいるだろう。東京の女って金かかるよ。別どこの女も金かかるんじゃないの？じゃあどこだよ、金のかかんない女がいる県って。それでこそお前マジで本当にえぐいけどな。地方、お前ら最低だな。お前らほんと最低だな。どこにでもいるよ可愛い子は。いや可愛い子って言っても、ね、結局はやっぱり俺は内面を見ますからね。ええー、んなもん顔とかじゃないですよ。内面とおっぱいの大きさで選ぶんですよ、女の子は。いいですか、最低だなお前らマジで。東京は電動スクーターマジ便利だぞ。クソおもろくない？でも俺が東京の街を電動スクーターで移動してたら話題になっちゃうよ。電動スクーター乗れんの？わかんないけど、俺が中学校の頃スケボーみたいのに乗ろうとしたら耐久率100キロまでで乗れなかったけどね。危ねえよお前、130キロのやつがそんなもんに乗ったらお前危ねえよ。お前軽トラみたいなもんだからな。